はい、皆様おはこんこ、どうもソウスケです。プロ野球スプリッツ2015沢村栄順侍道パート13やっていきたいと思います。で、今回から8月に入ってきましたね。まあ残り2ヶ月でクライマックスシリーズも多分ね、今の成績ならいけるんじゃないかなと。できればね、首位で優勝していきたいですね。うん、じゃあね、とりあえず今日も1試合目から取っていきましょう。いつも通りね、勝ち試合同点の場面でのみ取っていきたいと思います。それではそこまでカットしたいと思います。さあやっていきましょう。今回は巨人17回戦目3連戦の最終戦ですね。まあいい感じで戦ってますね。どうでしょう、菅野対、お、やってきましたね。ワンアウトランナー2塁、まあまたいい場面での登板ですね。ドラゴンズ、ちょっとね、前回のパートはやられたことが多かったので、今回はね、しっかり抑えましょう。うん、初日絶好調か、厄介やな。よし、それ抜けるか。なんかあれですね、こうなんていうのかな、 A あたりをその完全なこうなんていうのか、センター前、レフト前ヒット、ライト前ヒットっていうよりかはなんか取れそうやけど取れないってあたりが多いですよね。うん、まあ沢村くんね、その三振は取れるピッチャーじゃないので、それこそそういうあたりを内野手がね、どんだけ取ってくれるかで防御率変わってくると思うので頑張ってほしいなって気はするんですけど、とりあえずね、アンダーソンは三振奪いましたよ。ナイスボー、チェンジアップ、よし、ナイスボー、でかいね、ムービング低め。バッターボックスの亀井、まあね、ストライクって言ってくれるとありがたかったけど、まあいいや。よし、シャメシャメ、カットボール高め、うわ惜しい、内角低めのチェンジアップ、よしよし、でかいねこれは。うん、もう一回登板かな。そうですね、7回大体生かされるんでね。うん、もう大体読めてきましたからね、谷繁監督の沢村の使い方。うん、もちろんですね、もう1点でも早く返したいところ。そうですね、どうでしょう、4点差っていうのはホールド入らないのかな。ナイバッチやね、そんなバッティングできるんや、誠治って厄介やな。ナイバッチ、ナイバッチや、うん、点やりたくないな。バッターボックスには代打の阿部、阿部ちゃん、ナイスボー、三振取りたいな。うん、代打阿部っていうのもね、ちょっと悲しいですよね。うん、35歳でガタッと来るって野球選手言いますけど、阿部ちゃんもその一人でしたね、やっぱりね。まあいいでしょう、フォアボールで。うん、よし、こっからや、うん、よし、前、ゲッツは無理よね。さっきと同じ状況ですね、ワンアウトランナー1、3塁抑えましょう。うん、さあ行くよ、いいバッター、ナイスボー、三振取りたい ね。うわー、すごい動いたね今のムービング。ナイスボー、チェンジアップ低め、振らないよね、それは振らないわな、振ってほしかったな今の。ナイスボー、完璧やね。うん、坂本ちゃんか、3番、うまい、それもうまいし、今のその打ち方、そんな打ち方できるか。うーん、内角高めのカットボールをあんな打ち方してセンター前ですか。うーん、よし、オッケー、まあまあ最低限の仕事はしたんじゃないかな。でもちょっと坂本ちゃんはやられたね、まさかあんないいバッティングされるとは。うん、まあチームが勝てればそれでいいでしょう。ホールドついたら嬉しいな、無理かな。お、つきましたね、いいね。まあ今日の1試合目ということでね。うん、まあ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 、とりあえずね、いいところで投げさせてもらってるのでやりがいは感じますよね。防御率がね、2点台になっててしまったので、なんとかね、終盤には1点台で終わりたいなと思いますね。うん、まあね、本当にいいところで三振が奪えたので、それはそれで楽しかったかなと。うん、あれ、20ホールド達成してなかったっけ。うん、
ホールドとなんか H と HP ってありますよね。あれ何のホールドとホールドポイントかな、何が違うんですかね。ちょっと僕よくわからないけど、まあいいや、23ホールドですね。よし、じゃあね、次の試合までカットしたいと思います。さあやっていきましょう。今回もヤクルト戦ですね。まあ本当になんかヤクルトとやってる機会が多いなって気がするんですけどね。うん、まあそれは僕だけかもしれませんけどね、思ってるのはね。うん、お、勝ってる試合ですね。頑張っていきましょう。9回で、こういう試合結構多いですね。うん、まあ本当に栄養に使われてるのかなとよく思うんですけど、これ一点差にさせたらセーブつきますよね。プロ初セーブつきますよね。まあせっかく防御率もね 2.02 まで下がってきたので、ここはねせっかくなんで頑張りましょう。うん、やっぱりシーズン終了1点、防御率1点台で終わった方がかっこいいんでね。2点台というのはちょっとこう響きが悪いというか、やっぱり抑えとしてはやっぱり1点台かっこいいじゃないですか。うん、ナイスボー。いや、左ミート高い畠山が見逃し三振してくれたのは大きいね。もうここまで来ると50試合目らしいんですよね、登板がね。なんでね、ここまで来るとやっぱりあの防御率も下がらないですね、なかなかね。うん、まあなかなかまだ8月もまだ始まったばかり10日ぐらいですし、9月も試合残ってね、50試合とはなかなか登板させてもらいましたね。うん、まあ使い勝手がいいっていうのはあるかもしれませんけどね。それこそ全部動画にしたらすごい数になってましたよね。途中であの勝ち試合だけっていう方向にね転換してよかったかなと思ってますね。でも思った以上にね、沢村君頑張ってくれてるのでやりがいは感じますね。うん、よし、三者凡退、綺麗に終わったね。よいしょ、いいね。本当にスピリッツ、ずっとスピリッツでやってますけど楽しいですね。うん、まあスタープレイヤーばっかりしてるんで BP をめっちゃたまるんですけどね。 VP か、いいね。まあもう選手全部覚醒し終わってね、全部勝ってね、もうあと使うとこないんですけどねなんか海外移籍選手とか増えてくれたらね、これから嬉しいなと思ったりするんですけどね。イチローとか出ないんですかね。うん、悲しいな。よし、じゃあね、今日この動画の最終戦までカットしたいと思います。さあやっていきましょう。今回がヤクルト、多分3連戦の3戦目ですね。うーん、どういう形、お、勝ってるね。お、同点か。お、やってきましたね。2アウトランナー1、2塁での登板ですね。またすごいところで登板させおるよな、ほんと。畠山とかやめてね。いい原か。次のバッターは竹内か。左ミートは F、 こっちは C。 抑えるなら竹内で抑えたい。代打出るかもしれないしな、チャンス×やし、渋いところを狙っていきましょう。よし、1球で終わった、ラッキー。いいね、渋いカットボール。カットボール結構いいですね、やっぱりね、エイジュ君のね。うん、もう1回ぐらい投げさせられるんじゃないかないや、完全にワンポイントでしたね、今回もね。負けたし、まあでもホールドつくと思うので、これはこれで良かったんじゃないかなと。うん、ホールドつきましたね。大きいね、こういうたった1球でホールドつかしてもらえるとか結構大きいですよね。うん、でかい。ヒットも打たれてないしね、まあ、ゼロで帰ってきたんでいいとしましょう。うん、まあ8月もね、10日を、まあ多分明日試合がないから10日終わってね。うん、結構この企画もね、佳境に入りつつあるので、うん、とりあえずね、優勝したいですね。うん、この舞ちゃん可愛く見えるんやけどな、気のせいかなちょっとね、ヤクルトに追いつかれつつあるんですが、頑張っていきたいかなと思っております。まあちょっとね、セリーグは、うん、巨人までわからない、まあ、正直 DeNA までもわからないような状態ですけど、まあパリーグはね、ソフトバンクまでかなって感じですね。よし、じゃあ今回はこれぐらいして、また次回やっていきたいと思います。それでね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それでね、ソウスケでした。さようなら。